皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらの短くなってしまった中指にジェルで長さ出しをしてみたいと思います。実際に作った長さ出しが人差し指についているこちらです。とっても自然で強度がしっかりあります。使用するジェルはこちらのセリアジェルのノンワイプトップコートとベース&トップコートです。それでは本日もよろしくお願いします。はい、それではまず爪の表面の油分をエタノールで拭き取ります。それでは次に使うのがこちらの土台になるネイルフォームです。こちらを使って土台を作っていきます。ではシートから取ります。ではこの真ん中についているこの丸いこちらのシールをひっくり返してここに貼ります。こうすることによってここの強度が増します。はい、では少しこうカーブをつけて、爪の形に切っていきます。ではこの中指のこのピンクの部分に合わせてフォームをカットしていきます。はい、では爪にはめてみます。曲がらないようにまっすぐはめ込みます。ではこちらのシールを貼ります。横から見てまっすぐなるように、あとこちらから見ても隙間が、フォームと爪の間に隙間がないように貼ります。はい、ではジェルを塗っていきたいと思います。はい、ではまずこちらベース&トップコートを地爪の上に塗っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にノンワイプトップコートを使っていきます。ではまずこの境目にジェルを置きます。形を乗せたい、作りたい長さにジェルを乗せていきます。この地爪の半分ぐらいからジェルをのせる感じで大丈夫です。
まだ段差ができても大丈夫です。ではライトに入れます。はい、では次にこちらの段差を少し埋めるイメージで乗せていきます。では1度目に乗せたこの少し長さを出した部分の上にジェルを乗せます。このストレスポイントは割れやすいのできちんとジェルを乗せてつなげます。はい、ではこの段差の部分に少しジェルを多めに垂らしてあげます。はい、では流れやすいのでライトに入れちゃいます。はい、ではフォームを一度外します。ではこの横から少し爪を入れ込んでゆっくりと剥がします。はい、では少しピンチを入れたいのでこちらピンセットを当てます。ピンセット当てて少し痛くないぐらい押しながらカーブをつけていきます。こうすることによって強度のある綺麗な爪に仕上がります。はい、では ファイルで少し形を整えていきます。ダストを拭き取ります。横から見てまだ段差がボコッとしているのでこちらをノーワイプトップコートで埋めていきたいと思います。では全体に塗りながらに厚みを出していきます。はい、では少し逆さまにします。逆さまにすると真ん中にジェルが溜まってくれるのでこううまくラインを作ることができます。ではライトに入れます。はい、こんな感じにカーブが
出来上がりました。では全体にもう一度塗っていきます。こちらが最後なのでカーブを調整していきます。はい、こんな感じで綺麗なカーブができました。ではこちらをライトに入れます。はい、では少し流れてしまったジェルなどをファイルで削っていきます。形も整えちゃいます。はい、こちらで100円のジェルで作る長さ出しジェルの完成です。100円のジェルでも綺麗に長さ出しを作ることができます。ポイントはこの地爪とフォームの間の段差をしっかりと埋めることです。段差をしっかり埋めることによって自然なカーブを作ることができます。ジェルも重ねているので厚みもあって強度もバッチリです。すぐに割れたりとかはしません。ジェルを塗ったりデザインをするときはこの上に直接塗ってください。今回フォームを使ったのでフォームをお持ちでない方は概要欄に載せているのでチェックしてみてください。長さを出したい時や急に爪が割れてしまった時などにこちらを使っていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。